平成4年の新春を迎えられた天皇ご一家昨年天皇皇后両陛下は天皇として初めて東南アジア三カ国を訪問され親善を深めました今年も中国訪問の予定があり多忙な年となりそうです秋篠宮ご夫妻に 長女マコ様が誕生されたのも明るいニュースでした。今年の天皇ご一家の話題は皇太子殿下のご結婚問題。皇太子様にとって素晴らしい年となることを期待したいものです。